はい今回はキンプリ岸優太さんの本当の脱退理由ということについてですね調べてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います、まあ、最初にお伝えしますけど、えーまあ、本当の脱退理由っていうのはわからないんでですねでこれわからないあのまあ、理由がありまして、まあ、そういったことをですね、まあ、真剣に今回調べたんで、まあ、こうかなと思うところをお伝えしていきますので今回もよろしくお願いいたします。 何回かですねこのキンプリの脱退理由っていう、えーまあ、内容について触れたんですけれども、まあ、あのこのキンプリが <laughs> まだ3人が脱退したっていうのはその今まで。 キンプリを支えてくれたのはジャニー喜多川、えー、でその後、滝沢秀明だったんですけどその滝沢秀明が、えー、ジャニーズ事務所を退象したということでキン、えー、プリの活動とかをですね支えてくれる方がいなくなったんじゃないかあつまりジャニーズ事務所の中でキンプリっていうのは活動しづらくなっていたんじゃないか、まあ、そういったまあ噂っていうかが出ているんですけど、まあ、そうだろうなと、まあ、僕は思うんですよ。 の中で、えーまあ、脱退した3人の、まあ、岸優太さんですね、えー、この方について、えー、今回は考えていくんですが、いろいろ調べて、まあ、ファンの方の、えー、ご意見とかっていうのもありましたので、えー、このキンプリのファンの方、まあ、そちらの意見もですね、えーまあ、考えていこうと思うんですが、まずあの、このキンプリの,あの、えー、岸優太さんっていうのは、キンプリのリーダーをされていたと、でえー、ファンの方の間では、えー、岸優太さんの年齢っていうこともこちら、注目されているんですよ。 キンプリの初代リーダーを務めていたのがこの岸優太さんでファンの方たちの間では岸優太さんの年齢がですねこのちょうど2022年の11月現在でですね27歳になるそういったことをファンの方たちが注目しているんですよなんでこの岸優太さんの年齢に注目しているのかというと当然理由があるんですよね。それがあ <coughs> 岸優太さんご本人が、えー、そういったことを、えー、言わないですが、一部のファンがこうなのかなと思う、まあ、その話につながっていくんですが、キ、ま、ン、あえー、プリの岸優太さんは、えー、結婚する可能性があるのかっていう、まあ、そういった話を、えー、一部ファンが、えー、思っているんですよ。もちろん <laughs> デタラメとかそういった話ではないですよ。で、相手が誰かっていうのも分からないんですよ、結婚相手ね。いるかどうかっていうのも分かりませんけど。 岸優太さんは過去にですね、えー、ある発言をしたんですよ。その発言からファンの間で、えー、岸優太さんは今回の脱退、えー、理由があ、もしかしたら結婚が、えー、関係してるんじゃないかと、まあ、そういったことが言われると、えー、なんでそういったことを言われるのかっていうと、岸優太さんが過去に、えー、奥さんに洋服を着せてもらいたいと、まあ、そういうことを言っていたんですよ。うん、<laughs> ジャニーズのあのアイドルっていうことなんでね、えー、例えばその、うん、あの、多くの女性に夢を見せるのが仕事ですから、えー、ここで奥さんという言葉がちょっと とまあどういったタイミングで出てきたのかっていうのは分かりませんけど岸優太さんは奥さんに洋服を着せてもらいたいとまあ、そ,のそのような発言をしたことがあるとファンの間で、えー、まあ、このことが、えー、分かっていると奥さんという言葉が出てくるのかっていうのは当たり前ですけど結婚、えー、していることが前提になるわけじゃないですか,だから岸優太さんはあ願っている。そのまあ,あ 人生っていうんですかその希望する人生がありましてその結婚して奥さんがいて、えー、まあ、その奥さんに洋服を着せてもらうそういうまああの毎日、えー、そういったものを、えー、過ごしたいんじゃないかとでそういった結婚と、えー、いうことであれば年齢のことが関係あるんで、えー、今ね今現在27歳っていうことなんで今回の、えー、脱退理由の背後には当然 本人たちははそういういいことは言いませんので、そういったこととがあるんじゃないかとファンの方の方、えー、間で話題にれっていうのは僕は分からないし、まあ、こうかなとかって思うんですけど、キンプリのメンバーが不仲であるっていう噂があるんですよ。で、これっていうのも別に、<laughs> まあ何て言うのかなあ、ちょっと分かるんですよね。こ,これはまあ,あ表現がちょっといいかは分かんないですけど、それは不仲になるだろうなって思うんですよ。昔はね、えー、このキンプリのメンバーっていうのは仲が良かったらしいんですけど、全員。 しかしある時からあの不仲になったとかってそういったまあ噂です噂が出てるんですよそれは何でかっていうとジャニーズ事務所の中で、えー、誰を優遇して誰を、えー、優遇しないとかそういった話が、えー、持ち上がっていたっていうのがまず1つあとですね、えー、これが 脱退理由かどうかっていうのは分かりませんけれど、このキンプリのメンバーの、えー、中で、ですね、えー、考えっていうか方向性が食い違ったっていう、まあ、そういったことが、えー、考えられるんですよ、うん、これは何かっていうと、えー、まあ、岸さん、平野さん、神宮寺さんと、ですね、えーまあ、永瀬さん、高橋さんが、えー、向かう方向がちょっと変わったっていうことなんですよ。で えー、海外で活,動してがあの活躍していくっていうのと、あるいは日本国内で、えー、活動して活躍していくということで、グループの方針で、えー、何かしらそれで考えがあ対立したんじゃないかということは言われているんですよ。で、この話も少し考えていくと、ですね平野さんがジャニー北側川と、まあ、目指していたのは、海外で活躍するグループ、それを目指していたと、つまり、えー、ジャニーさんがい,いなくなってからね、ジャニー北側川が,がいなくなってから、 まあ平野さんとかそういうのを目指していたと、岸さん、平野さん、神宮寺さんはそれを目指していたと、で永瀬さんと高橋さんは、いや、海外ではなく、日本国内でえ頑張るっていうことが考えの食い違いで、えー、まあ、今回の脱退になったんじゃないかって言われてるんですけど、僕はそれはちょっと違うと思うんですよね、どちらかというと、このんジャニーズ事務所の中で、えー、まあ、ちょっと居づらくなったと、自分たち、キンプリの方たちを、ね、後押ししてくれるジャニー喜多川がいなくなって、滝沢秀明も辞めたっていう、まあ、そういうと なこととななんんじゃないかと思うでですよで僕、あのね正直そんなあキンプリとかっていう若いあの方をあの知らないんであんまりね、えー、分かってるとかっていうのは言わないんですけど僕はこういうふうに思いますっていうまあ真面目な話があるんですがこのキンプリの脱退の、ねえー、背後には <laughs> まあそのジャニーズ事務所の意向っていうのもあるんですがおそらくこのご本人たちのあの苦悩があると思うんですよ。 本当のことをあの言いますと、えー、言えないんでね、うん、これ、わかると思いますけど、キンプリっていうのは、あジャニーズ、えー、事務所にいる、ま、多くのファンを抱えているアイドルなわけですよ。うん、これ、本当のこと言えないわけですよ。このもしもしですよ、岸優太さんが、えー、結婚しようと思うっていうのが本当のことであったりしても、そちらを、えー、言うことができないわけですよ。で 僕たち一般人からしたら本当のことは何かっていうのは分からないんですよ。し調べたところでね、えー、分からないから。うん、で、えー、ファンの方の間では、あちょっとあの少数派の、えー、マイノリティの意見かもしれないんですが、あこのキンプリの方々の発言内容に、個々の人生っていうあのフレーズが出てきたんで、ここからもあの個々の人生っていうことは、これ結婚が視野に入ってるんじゃないかって憶測が出てるんですよ。グループ全体ととしてとかあではなくね 個人の人生でしたね、えー、個々の人生個人の人生、えー、そういった話が、えー、出ているとで僕はあ最初の方にお伝えし,したんですけど キンプリっていうグループを、えー、ジャニーズ事務所にいたんですがもともとはジャニー喜多川がキン、えー、プリのあ、まあ、面倒を見ていたと <laughs> そのジャニー喜多川が、えー、いなくなって、えー、そのキン、えーまあ、プリを見るのは滝沢秀明になったみたいなんですがその滝沢秀明も、えー、いなくなったとキンプリからしたらねジャニーズ事務所にいて自分たちを要するに背後で守ってくれる人がいないわけですよ例えばバックアップをねしてくれる人がいないとかうんまあそれはねいろんな そんなことがが言われてますが多少はしてくれるんでしょうけど、ねえー、今までとは状況が変わるってことになると当然ですがこキンプリのメンバーっていうのはそういったことに不安を抱える可能性があると思うんですよ。 で、えー、先ほどの結婚の話もそうですがそういった不安を抱えて、えー、今までとは違った人生をということで、えー、こちらですね今回の脱退を決めたんじゃないかとただ僕が話した話がもしも本当だったりしてもこういうことはあの口が裂けても言えないでしょうから、えー、言わないわけですよアイドルである以上ね、えー、ジ,ャジャニーズっていう女性にね、えー、支持される、えー、そのアイドルである以上本当のことは言えないと、うん、そんな苦悩を背負っているのが今回のこのあのあ脱退の裏側にあるんじゃ ないかと思いますまあいろんなことがあるんですよ僕が言ったことが一つもしかしたら可能性としてあるかもしれないしあるいはですね この岸優太さんは、えー、ジャニーズを辞めて東京の事務所に行くとかっていう話もあるらしいですけど僕はそれはないと思いますね。東京の事務所って言ってもジャニーズの傘下じゃないですかだから東京の事務所に行く可能性はないと思います。もしも、えー、行くのであれば滝沢秀明の、えー、事務所でしょうね。滝沢秀明が作った新しい事務所に、えー、行くんじゃないかと思います。だからあのー、まあね、その金プリをわからないんで、えー、そんな言っていいかわかりませんけどまあ、あのー、このね。 本当のことを言いますと言えないあの苦悩を多分5人が抱えて、えー、まあ今回の、まあ、件を言ったんじゃないかと思うんで、まあ、僕の思うことっていうのはねこのキンプリのあメンバー全員ですね、えー、まあこの海外に行くのか国内で活動するのかっていうのは分かりませんが、えー、このメンバー全員がですね、えー、これからも、まあ、幸せに過ごせることをね、えー、まあただただまあ願いますっていうことで、えー、今回はこのキ <laughs> ンプリの 岸優まああの何が本当かっていうのは分からないんで、まあ、僕はこのように思いましたっていうことで、えー、リスナー様の何かしらのご参考になっていただけるものが、えー、一つでもあれば何よりですっていうことで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします